全国の競馬ファンの熱い視線が注がれています。宝塚記念、まもなくスタートであります。今年もあなたの、そして私の夢が走ります。どんよりとした阪神競馬場に開くあなたの夢は、イクイノックスか、それともジャスティンパレスか。先行グループからまず見てまいりましょう。17番ドゥラエレーデが上がってまいりました。ユニコーンライオンがそのうちにいます。12番アスツビクターモア、そしてもう1頭2番カラテ、それから10番ディープポンド、17頭が第1コーナーに向かいます。9番ジャスティンパレス、ブレイクアップ、内から1頭ボッケリーニ、3番ダノンザキッド、外を通ってジオグリフです。プラダリアがその後ろ、外を通りましてゲラルディーナ、そして1番人気のイクイノックス、なかなかいい感じ。もう1頭ベラーズール、そしてその後ろから6番スルーセブンシーズ、それからライラック、モズベッド、これがしんがりであります。流れるようにレースが進んでおります。これが先頭、15番ユニコーンライオン、この辺りちょっと離れているドゥラエレーデ、その後ろでやりましょうか。12番アスクスピクターモア、内を通ってカラテ、そして5番手にディープボンド、9番ジャスティンパレス、ブレイクアップ、外から1頭4番ボッケリーニ、3番ダノンザキッドが内内を行っています。そして外からはリオグリフ、阪神のスタンドが揺れています。イクイノックス直線の伸び足はどうか。先頭坂井とユニコーンライオン、外からはドゥラエレーデ、2番手にドゥラエレーデ、先頭ユニコーンライオン、しかし差はそれほどでもない。外から1頭ライラック、これは激しいレースになりました。おーっと内をこじ開けてイクイノックスが、外ゲラルディーナが来ている。ライラック1着、宝塚記念勝ったのは1番ライラックだ。1番、2着、5番、3着、11番以上のように確定しました。今年もあなたの、そして私の夢が走ります。どんよりとした阪神競馬場に開くあなたの夢は、イクイノックスか、それともジャスティンパレスか。先行グループからまず見てまいりましょう。17番ドゥラエレーデ先頭、それから15番ユニコーンライオン、そしてその後ろからアスクスピクターモア、そのうちにカラテ、外を通りまして10番ディープボンド、まもなく第1コーナージャスティンパレス、その後ろでやりましょうか。14番ブレイクアップ、それからもう1頭4番ボッケリーニ、ダノンザキッド、赤い帽子にご注目ください。これが1番人気のイクイノックス、その外からはプラダリア、ディオグリフがその後ろ、6番スルーセブンシーズ、それから11番ゲラルディーナ。 1000m 通過タイムは1分から1分1秒、まずまずのペースでやります。もう1頭8番ベラーズール、そしてその後ろから1番ライラック、1番後ろにモズベッドでやります。前の方は完全に固まったユニコーンライオンが先頭です。これを追って17番ドゥラエレーデ、そしてそのうちにアスクスピクターモア、その後ろでやりましょうか。空手外を通って10番ディープボンド、そして6番手にブレイクアップでやります。ジャスティンパレスが並んでいっています。そして内からは4番ボッケリーニ。ご覧のように一段すごい競馬になって、いよいよ直線、先頭ユニコーンライオン、もう完全に足が止まった、抜けた。10番ディープボンド、ムチが飛んだ。ルメールとイクイノックス、イクイノックスが差を詰めてきた。このまま粘れるか。ディープボンド、ベラーズールも差を詰めてきている。イクイノックス1着、宝塚記念勝ったのは5番イクイノックスだ。結果ですね。1着、5番、2着、当番、3着、8番以上のように確定しました。真っ青な緑の絨毯を踏んで17頭が飛び出しました。まずまずのスタートかと思います。さあ何が行くのか。ドゥラエレーデが先頭に立ちました。内から1頭15番ユニコーンライオン、アスクスピクターモア、内を通りまして2番カラテ、その外にブレイクアップ、そしてそのうちにジャスティンパレス、外から1頭10番ディープボンド、そしてその後ろから4番ボッケリーニ、そのうち3番ダノンザキッド、イクイノックス、赤い帽子が馬込みで揺れています。外を通りましてプラダリア、第1コーナー右にカーブを取って第2コーナー、それからベラーズール、そのうちに6番スルーセブンシーズ、それから13番ディオグリフ、17頭これから向こう正面であります。ゲラルディーナがその後ろ、ライラック、一番後ろにモズベッド、
もう一度先頭に戻りましょう。先頭は依然としてドゥライレーで、もう一頭15番ユニコーンライオン、その後ろ3馬身くらいあって12番アスクビクターモア、そして外からはブレイクアップ、その内からは2番カラテ、外を通ってジャスティンパレス、その後ろでやりましょうか、ディープポンド、ボッケリーニ、内を通ってダノンザキッド、その外5番イクイノックス、それからもう1頭プラダリア、ベラーズールがその内にいます。さあ問題は直線、問題は直線356メートルでやります。ドゥライレーデが抜け出した、イクイノックスが差を詰めてきた、イクイノックスも追い込んできた、ジャスティンパレス一気に抜けた、ライラック懸命に追う、頑張る頑張る、サメシバとジャスティンパレス、外からイクイノックス粘った粘った、ジャスティンパレス、ジャスティンパレス一着、宝塚記念、勝ったのは9番ジャスティンパレスだ。勢いがありますね。1着9番、2着5番、3着当番以上のように確定しました。今年もあなたの、そして私の夢が走ります。どんよりとした阪神競馬場に開く、あなたの夢はイクイノックスか、それともジャスティンパレスか。先行グループからまず見てまいりましょう。花を切ったのは15番ユニコーンライオン、10番ディープボンドが追いかけます。その外からはドゥライレーデ、その後ろでやりましょうか、アスクビクターモア、そして内からは2番カラテ、それからブレイクアップ。17頭第1コーナー右にカーブを取ります。内を通ってジャスティンパレス、そしてその後ろから4番ボッケリーニ、その内に3番ダノンザキッド、そして1番人気のイクイノックス、うまくいっているんではないでしょうか。外を通って6番スルーセブンシーズ、それからもう1頭ディオグリフ、ちょっとばらけてきました、プラダリアが並んでいます。そしてその外に8番ベラーズール、ゲラルディーナ、ライラック、一番後ろに16番モズベッロでやります。先頭の方はどうなっているか。先頭は依然としてユニコーンライオン、これを追って17番ドゥライレーデでやります。ディープボンドがそのうちにいます。外を通りまして12番アスクビクターモア、空手、それからブレイクアップ、内を通りまして9番ジャスティンパレス、そしてその後ろから4番ボッケリーニ、内から1頭3番ダノンザキッド。阪神のスタンドが揺れています。さあ先頭はユニコーンライオンが頑張っている。外からはディープボンド、内を救って黄色い帽子ジャスティンパレスか、アスクビクターモアが2番手捉えるか、アスクビクターモア、ディープボンド懸命に追う、イクイノックス懸命に追う、このまま粘れるか、アスクビクターモア、アスクビクターモア、アスクビクターモアが1着、あとは写真です。2着、当番、3着、9番以上のように確定しました。今年もあなたの、そして私の夢が走ります。どんよりとした阪神競馬場に開く、あなたの夢はイクイノックスか、それともジャスティンパレスか。果たして先頭に行くのは、ユニコーンライオンが上がってまいりました。外を通って17番ドゥライレーデ、アスクビクターモア、カラテがそのうちにいます。それからもう1頭ブレイクアップ、そして6番手にディープボンド、その後ろでやりましょうか、9番ジャスティンパレス。17頭第1コーナー右にカーブを取ります。ダノンザキッドがかわしていきました。4番ボッケリーニ、ディオグリフがその後ろ、これが1番人気の5番イクイノックス、11番ゲラルディーナ、その内からは7番プラダリア、そしてその後ろから6番スルーセブンシーズ、その外からはベラーズール、ライラック、しんがりからモズベッロでやります。もう一度整理しておきましょう。先頭は17番ドゥライレーデ、リードはわずか。それからもう一頭ユニコーンライオン、12番アスクビクターモア、内を通りまして2番カラテ、外から1頭ブレイクアップ、そして6番手に10番ディープボンド、内から1頭3番ダノンザキッド、そしてその外に9番ジャスティンパレス、ボッケリーニ、ディオグリフが並んでいます。赤い帽子にご注目ください。これが一番人気のイクイノックス。さあいよいよ第4コーナーから直線に入ってまいります。先頭行くのは17番ドゥライレーデ、アスクビクターモア懸命に追う、ジャスティンパレスが差を詰めてきた、このまま粘れるか、ドゥライレーデ並ぶか並ぶか、ジャスティンパレス、ジャスティンパレスが襲いかかる、頑張る頑張る、みゆきとドゥライレーデ、ドゥライレーデかジャスティンパレスか、首の上げ下げ、さあこの一着は際どいぞ。
番、2着、9番、3着、5番以上のように確定しました。熱く熱く込み上げ